インド先星術は、インドに伝わる先星術のこと。インド本国のほか、ネパールやチベットなど、周辺の地域でも行われている。もともと、白道上の月の位置に着目したナクシャトラを用いた先星術だったが、ヘレニズム時代に、ギリシアから太陽と月、五惑星トラーフ、ケートといった、供養、十二グート十二室に基づく、 ホロスコープ方式の先星術を取り入れて、現在のナクシャとらと王道十二具を併用した形になったと言われているが、古い時代のことなのではっきりしたことはわかっていない。また仏教に取り入れられたものは、簡略化、仏教化し、宿養業にまとめられ、密教の一部として中国に伝えられた。さらに、平安時代には日本にも伝えられて、宿養道となった。 月の白道上の位置を元にしたなくシャトラという概念があり、土着のものと推測されるが、記録に残る伝承が神話体のものしか存在しないため、はっきりとしたことは分かっていない。中国発祥の27宿、28宿と似ているが、それぞれ発祥を意にするとされる。ただし、後の時代に相互に関連していくようになる。紀元後2世紀までに、 ギリシアの先生術技法がインドに伝えられ、西暦150年には、インドのサンスクリット語に3文体にまとめられた。西暦269年には、それが因文化され、ヤバナジャータカという文献にまとめられた。囲碁独自の発展を遂げて、現在の形のインド先生術となる。基本的には、西洋先生術に似てはいるが、インド先生術独自の技法を用いる。 まず最初に、宮については、インド先制術は、ある天体座標を基準点に固定しそこから30度ずつ12分割するが、西洋先制術は、春分点を基準に12分割しているため地球の再三運動により、王道を移動するので、その結果惑星の在住する星座が異なることが多い。そのずれの度数を、あやなむ者と呼ぶ。基本的に室の意味が宮より、 重視されている。西洋先星術の春分点は74年に一度、春分点が西に移動するのに伴って移動するので、西洋先星術とインド先星術では惑星が在住する宮が違うことがある。また大部分のインド先星術がハウスシステムにイコールハウスを使う。惑星は、 その在住する室とその惑星が支配する室、アスペクトを形成する惑星の影響を強く受ける。例えば支配偶の増位を在住室の増位の表す、事象にもたらす、というように解釈される。その惑星が在住する室や宮によって影響力の強弱が変化することもある。ただし強弱と吉祥は必ずしも同じでない。ナバムーシャに代表される分割図は、 インド先星術において多用され独自のものである。ラグナと呼ばれる第一室の分析も重視される。第一室に在住する惑星やアスペクトする惑星、第一宮の支配惑星の在住する室やその度数と、それにアスペクトする惑星等により、健康運の良しや死や外見や精神的特徴等を占う。 また他の室の支配性とのコンジェクト、アスペクト、惑星交換等で、財産運、成功運等を占う。月の分析も重視される。なくしゃとらにより大体の性格や行動を見たり、満月に向かう月なのか新月に向かう月なのか、紅葉、または減衰しているかということで、先制術的な意味を持たせている。政治がわからないきは、仮に、月の在住する宮を、 第一室として占うこともある。インド先星術では、太陽よりも月をどちらかというと重視する。アスペクトは独自のものである。室単位で扱い、第1.7室が各惑星共通アスペクトで、火星は第4、第8室、木星は第5、第9室、土星は第3、第10室にもアスペクトを形成する。溶岩という。 ある特定の惑星と室、宮の配置に、先生術的な意味を結びつけた概念もある。ダシャーという、それぞれの惑星がいつ強い影響力を発揮するのかを示す技法がある。惑星、星座、両方を使うものなど多種類のダシャーがあるが、惑星を使う120年周期の微ムしょったりダシャーが、最もよく使われる。アシュタカバルガという宮ごとに、 数値で吉祥を表す手法も、インド先星術独自である。ダーシャ、ゴチャラ、アシュタカバルガなどを組み合わせて、バースチャート上に表された人生の出来事がいつ、起こるのかを読み取る。インド先星術には、大きく二つの流派あり、現在では、ブリハット・パラーシャラ・ホーラー・シャーストラという古典をもとに、下・パラーシャラ方式が主流だが、 以前はもう一派のジャイミニ方式が広く使われていた。現在は占いたいテーマにより使い分けられている。精神的、霊的な内容を占うときは、ジャイミニを使う傾向がある。インド先生術にとどまらず、相談者の情報を知らずに占う場合、ホロスコープだけでは熟達しないと正確な判断は難しい。それゆえ、インド先生術家は曜日占い、顔、 手相、指紋の相など他の要素も併用して占い断することもある。以下、西洋先星術との相違点を中心にインド先星術の特徴をいくつか例示する。専門用語などに関しては西洋先星術の項目も参照されたい。最も重要な西洋先星術との相違点としてインド先星術では十二宮などの先制座標は 研究上の構成に対して固定された、いわゆるサイデリアル方式に基づくのが主流である。このような方式を、インドでは、ニル・アヤナという、インド政府公認の座標があり、国内外の戦術家の多くはそれに従っている。ちなみに、西洋戦術術では、春分天を白洋グレードとするトロピカル方式を用いる、戦術家が圧倒的に多数派である。 インドではこの方式をさ、アヤナという。ヒッパルコスによって発見された地球の採差運動により、春分点は72年に一度程度移動する。当然この方式では、巨星となる星座と、先制座標とは、採差運動により年々ずれていく。ニル・アヤナとサ・アヤナは、インドに西洋先星術がもたらされた、期限後300年頃は一致していたが、 その誤差が拡大していき、21世紀初頭現在では、ニルアヤナの方がさ、アヤナより24度ほど東にずれている。インド先制術で特に重視されている要素として、パンチャーンガがある。これは5つの要素という意味。インドでは、愚中歴には必ずこの5要素が記されており、これのことも、パンチャーンガと呼ぶ。このうち、 個人の運命を見るときに主に使われるのはナクシャトラである。詳しくは、それぞれのリンクを参照されたい。インド先星術では、古典西洋先星術と、同じく実在惑星として7惑星を、さらに月の軌道要素から導き出される点を、架空天体として、ラーフ、ケイトゥも用いる。これらの9つの先星惑星を、ナバグラ派と総称する。 木星、金星、月、水星が、生来的に基地星とし、ラーフ、ケートゥ、土星、火星、太陽が、生来的に強星とされる。水星は中立に扱う場合もある。また、機能的に基地星や強星を分ける評価法もあって、支配する室や在住する、質等の惑星の状態、他の惑星のアスペクトの影響などにより、 機能的に基地性になったり強制になったりする。ラーフは月の交点の内小光点であり、高光点はケトゥである。日食と月食の食と関係が深いため重視された。後に西洋先星術に輸出され、ラーフにはドラゴンヘッドもしくはノースノードという名が、K2 にはドラゴンテールもしくはサウスノードという名が付けられた。伝統を重んじる立場から、 もしくは影響力が小さいと判断されているのか、西洋先生術と違い近世に発見された天皇星、海王星、冥王星のいわゆるトランスサタニアンは一般には用いない。同様に小惑星も無視する。しかし古典西洋先生術と同様に占い団の際に特に障害になっていない模様である。プラネッツインマキシマムエキゾルテーション。 ムールトリコナ、アンドディビリテーション、アレ、ラフアンドケイトアレエグゾルテッドインタウルス、スコーピオ。アンドディビリテーテッドインスコーピオ、タウルスリスペクティブリー、ゼイアレオルソーエグゾルテッドインジェミニアンドバーゴ、ザ、ナチュラルプラネタリーリレーションシップスアレ、月の白道上の位置を元にした27宿のこと。内容は27宿のところに、少し記載してある。 インド先生術独自の技法であり、分割図ごとに占うテーマが決まっている。分割図とは、先生惑星の奇形や理学などの数値に、一定の数式を当てはめて、新たなチャートを引き出す技法である。ナバグラファと呼ばれる旧分割図が有名である。これを取り入れた西洋先生術では、ハーモニクスと呼ばれている。詳細は、英語版を参照。 バルガゼアアレシックスティーンバルガ、オアディビジョナル、チャーツユーズドインジャティーシャ、フォーアザーバルガスアレアトリビューテッドツージャイミーニ、ビサイズラーシ、ナバムシャ。ドレッシュカーナ、ドッサムゼアンドトリムスサムゼアレコンシダードシグニフィカント、ディビジョナルチャーツ、ハウスシステムは、アセンダントホールサインハウスや、イコールハウスなど、簡便なものが主流。古くは、 西洋古典先星術でも、このような方式が主流だったが、インドでは伝統を重んじる立場から主流である。ザゾディアック・サインズ・イン・ジャッティ社、コレスポンド・ツー・パーツ・オブ・ザ・ボディ、ホロスコープのチャートは、17世紀までのヨーロッパの西洋先星術と、同じく方形に描かれる。また、第一室を左側に描く方式の他に上に描く方式などもある。 個々のハウスは、正方形で描く南インド式と、三角形と、菱形とで描く北インド式の2種類が主流。ゼアレツーチャートスタイルズユーズドインジャティ社代表的なもの2つまた、先制惑星の解釈にも、かなりの相違点がある。例えば、月が、心の状態を示す点は共通だが、インドでは、心の安定、西洋では、心の不安定を主に表す。 また土星が、制限、支配などの意味を持つのは共通だが、インドでは、自分が支配、制限するものを示すのに対し、西洋では自分を支配、制限するものを示す。また、ラーフとケートは、西洋先生術では、少なくとも、ラーフに関しては、悪い意味を持たないが、インド先生術では共に強制とされる。基本的にヒンドゥー教の因果行法論。 宿命論に基づいており、海運法の実行によりある一定の効果があると信じられている。ブリハット・パラーシャラ・ホーラー・シャーストラによれば、惑星には各々の信号が決められており、巡ってきたダシャーの惑星の信号を決められた数、炎症することのみ記載されている。インドでは民間信仰として、チャート上で悪い影響を及ぼすと判断された惑星を支配する。 神々を祀ったお寺に参拝し、火事儀祷を行ってもらったり、全豪を積む意味での寄付または、記者を行う風習がある。なお、商業主義により、現在海運法として行われている、惑星を表す、宝石等を身につけることは、ブリハット・パラーシャラ・ホーラン・シャーストラには記載されていない。ウパーヤとしてではないが、ジョーティッシュと関連する。 古典医学賞スシルタサンヒター、チャラカサンヒターにおいて、鉱物と金属は、病気を予防し健康維持に役立つアウシャダであると、規定される。そのため、本来は、アーユルベーダとジョーティッシュ両方の知識を保管した上で、ホロスコープから個人に必要な鉱石や金属を、調べた。古代より、過去のカルマとして心身に現れる、否定的な影響を知りけると同時に、 良い影響を、ほの細身に吸収する方法として、宝石療法は伝承されている。ウッパーアヤの本質は、神に自分を明け渡すことである。ジョーティッシュはじめ古代、ベーダ聖典の教えを現代に引き継ぐ聖者アマチュラは、悲惨な運命を回避、軽減するには、自らの意志で行う修行によって、霊的に成長するのが望ましいとしている。デビッド・ピングリー。 1963ザインディアンイコノグラフィー・オブ・ザ・デカンズ・アンドーラスジャーナル・オブ・ザワールブルグ・アンド・コルトールド・インスティチューツ26-225惑星等宮室などの造位は変わらないがアスペクト等や表示体という概念や星座によるダシャーなどがパラーシャラ方式と違うジムテスター西洋先星術の歴史山本慶治役 構成者構成格16、161から163ページ。サットン、コミラ、ザエッセンシャルズオブベイディックアストロロジー、ザウェセックス・アストロレッジャー・リミテッド、イングランド。P21、サットン、コミラ、ザエッセンシャルズオブベイディック・アストロロジー、ザウェセックス・アストロレッジャー・リミテッド、イングランド。P21、サットン、コミラ、ザエッセンシャルズオブベイディック・アストロロジー、 サウェセックス・アストロレッジャー・リミテッド、イングランド、ピアニッシ六61から64、チャラク、ドクター・ケース、エッセンシャルズ・オブ・メディカル・アストロロジー、ウマー・パブリケーションズ、ピアニッシモ、5から6。ありがとうございます。